はい、皆さんどうも、みつさろうです。ポケモンレンジャーバトナージやっていきたいなと思います。若干声の響き方が違うと思うんですが、そこら辺も含めて、まあ、やりながら解説したいなと思います。前回何があったか全く覚えてないんですよ。その前のパートでラムパルドにボコられたことは覚えてるんですけど、その後何したかなっていう感じですね。今日はもう休むか、まあ多分休んで次の一日先生青空スクールやったんですね。全然覚えてなかったですね。というわけで今日はなんと出張版、車の中での実況は危ないっていうことが分かったんで、今回はカラオケルームに来てます。なんで声のまあ多分いつもに響いてるのかなっていう感じです。おはよう水木、すぐにボイランドに向かってほしいんだ。ポケモンだけじゃなくてリーダーまでが行方不明らしい。やっぱり行こうとなりましたね。ユニオン本部のオペレーションルームにある大きなマップからリーダーの位置情報が消えたんですって。スタイラーは正常な、常に位置情報が送られているはずなのに、本人からの連絡もないしリーダーが心配。というわけでユニオンオペレーターの報告書によると、消息が消えたのは燃える火山らしい。火山で消えるのはまあでも熱に弱いらしいですよね、スタイラー。前回クラムさんのスタイラーが火事かなんかで調子が悪いって言ってましたね。スタイラーが外れて溶岩に落としただけっていう笑い話だと僕は思ってる。溶岩にそんな危ないところ行くから、とにかくボイルランドでバローさんを探してほしい。リーダーの代理としてこれをミッションとする。はい、クラムさんはじゃあ副リーダー的なポジションなんでしょうか。ボイランドは火山の島、ペルタのペール港からボートに乗っていく。はい、そこまでは道で行かないといけないのかなですね。あ、道移動用の道がいますね。これ上に行ってすぐ道が配置されてると助かるんですが、そんなことはないから道に素直に乗っていきましょう。隣から元気のいい声が聞こえてきますね。さっきうわまた三つ葉に激突、2日連続道道に乗ったポケモンレンジャー2日連続で三つ葉にぶつかる。何、おお、やっぱ道道乗ってると難しい、受けるのが難しいですね。でパソコン起動するまでの間ちょっと暇だったから歌ってたんですけど、ちょっとまあ久しぶりに歌ったってこともあって、なんか楽しくなってきちゃって、ちょっと歌いたい気持ちが若干出てきました。でただちょっと動画用になんか歌撮ろうかなと思ってるのがあって、まあ、一応どこで使うかっていうのは歌ってみたとかじゃなくて普通の実況動画のところに入れようかなっていうのを今考えてるんですけど、どうぞ一匹補充していきましょう。なんでこの後ちょっとね、まあ趣味で歌うのと動画用に何個か歌を撮ろうかなって思ってるんですよ。はい、というわけでやっていきますよ。クイックキャプチャー、マッハ一筆キャプチャー、ノーマダメージバトル。なんか下のメーターでポケアシストが使えるって言ったのは多分自分のあれだけなのかな。パートナーポケモンが使えるのにはあれがメーターが必要で、他のやつは多分なくてもいける。あぶね、エリキッドは多分使い捨てだからっていう言い方も良くないんですけど、まあ、制限なしすぐで使えると思うんですね。道道に乗ったままでは先にすみません。なぜなら危ないからだ。行儀も悪いしね。ありがとう道道。さてどっちの道道かな。そっちの道道でした。青い船長、赤い船長。でも火山的な感じだと赤い船長じゃないかな。ボイル船長、ボイルランドに行きたいんですか。自慢のボイル号でお連れ社長。はい、お願いします。それじゃあ桟橋へ酔い止めを飲んですぐに出航します。お前が飲むんかい。俺は飲み物を飲むぜ。ドリンクバーついてるからね。おっしゃ、ブーン。なんかあれだな、今、まあ、カラオケでやってるからテレビの画面で不安定がいますね。ジョイサウンド流れてるんですけど、ほらほらお客さん、珍しい渡り不安定ですよ。アルミア地方のファンテはこの季節になると季節風によって海を渡るんです。お客さんラッキーですよ。渡り不安定なんてめったにお目にかかれないから。お前船の運転どうした。あ、戻ってった。なんか そこでやってる若干ジョイ TV みたいなのがすごい気になるんですけど、緑船長、不安定は幸運の印、きっとうまくいきますよ。良い冒険を。なんかすごい気になる絵面がさっきからちょい流れてるんだけど、プエル船長、いや行きません。俺はここにいるからいつでも声かけてな。お前ずっとここで待ってんのかな。観光客、火山の洞窟の中ってどのポケモンがいるのかな。
キャモメがいますね。キャモメ、お、ビーチガールがいっぱいいますね。環境が観光客、湯気温泉って体のどこに、どこか、どこかにいいらしいの。まあ湯気なの、あ、湯気だから肌にいいんじゃない。昨日とは別のレンジャーさんが来てくれた。村のポケモンたちがいなくなっちゃって、あれキャモメいたな。大きいレンジャーさんもいなくなっちゃった。怖いね。不安定に捕まってふわふわ飛んでみたいな。不安定が、あの、なんだっけ、紐みたいなのがちぎれるんじゃないかなと思うんですけど。そこを解け。洞窟に入るには長老の許可が必要になったんだよ。こちらの入り口も右側の入り口もね。長老って探検家、洞窟やしい奴らを見たという子供がいてね。子供かよ。その日から洞窟は立ち入り禁止さ。Where is 長老。なんかすっげえ長老っぽいけど。おばあさん、長老兄にはお邪魔したかい。どこですかね。ここだ、端っこ。絶対違う。なんか大悟さんみたいに石をたくさん集めてる、ストーン、わかんない、なんだっけ、石コレクターみたいな、そんなのありますね。あ、今度ギャルゲーみたいなのが、ギャルゲーじゃない、乙女ゲーが始まったな。お、隣かなんかフーフー言ってるぜ。リア充か。長老がいないんですけど。これか、長老。お前さんは行方不明のね、じゃないんですね。なんだ、ポケモンたちを連れて戻ったんじゃないのか。おじいちゃん、そうじゃないでしょ。このレンジャーさんは行方不明のレンジャーさんを探しに来たレンジャーさんよ。どのレンジャーさんですか。うちのマネネが行方不明になってから、おじいちゃん寂しそうで。何も言わんでいい。左側の洞窟に入る許可をやろう。うちのマネネのこともよろしく頼んだぞ。もうやるんだったらちゃんと声真似した方がいいですよね。つってもね、声真似、まあ、できるほどのあれもないんで。不安定がいっぱい。絶対これ掴んだら手ちぎれそうだけどね。プツンってきた。おう、風がそっちの方に吹いてるというわけで。おい、許可をもらったならどうぞどうぞ。くれぐれも気をつけて。態度が結構いいな。これ右側の方の入り口はどうなんだろうね。とりあえずミッションスタート。お前は誰だ。探検家、ここでしか見つかないと石ころを探してるんだ。炎にしかな、ペンダントして彼女にプレゼントしようと思ってさ。人影がね、可愛いですね。マグマック、絶対これあれだ、からなくし強化マンだろ。これあれかな、不安定に捕まって乗っていくってやつだろうね。まあ、とりあえず、はじめこっちの方に行けばいいのかな。歴代はね、あ、トリトロンだ。不安定。あ、あれだね、ドラゴンボールだ。ノーテンピーガンってすごい聞こえる。あ、不安定はこれで追加されたんで、カラナクシじゃないな。今度はトリトドンをカラナクシって言ってしまうんですが、でもトリトドン いなきゃいけないんじゃないかなって思うんですけどね。どうなんでしょう。火山だから、なんかね、火山岩みたいなのが道を塞いで、浮遊移動。なんかね、水かけ必要になるんじゃないかなって思うんですよ。だってトリトドン、無駄に配置され、無駄っていう言い方は良くないんだけど、配置されてるから、多分使うんじゃねえかな。一体ぐらい持ってきましょうか。シャキン。あ、でも、いいね。キャプチャーしやすくなりました。よいしょ。くしゃみ出そう。タネボー、あ、タネボーがいつの間にかいると思うんですけど、あの木で体当たり1って出たところを適当にやってたら落ちてきました。そんだけです。あの裏でミッションクリアするときにもらいましたね。もらったっていうか出てきましたね。冬移動です。あ、どこ掴んでんのこれ。耳のあれ、ツインテールの部分。不安定、またよろしくね。またそんな重労働させるのか。でもこんなとこにすぐ不安定がいる。でもなんか水で乗って移動できそうな。お前は何してくるんだい。シャドウボールですね。でもなんか近くにいれば当たらなそうな位置から来ましたね。あ、ボルトやってる。あら、でもランク A なんだこれ。マグマック下ブワーッ見てなかったら当たってしまった。熱かったです。あ、スタイラーですね。バローのスタイラーだ。スイッチが入っていない。留め金が外れているが本体は無事のようだ。落とした拍子にスイッチがオフになってしまったってことですね。スタイラーないとキャプチャーできないんじゃないの。闇闇したった。しかし夕べはないんだな。あのでっかいレンジャーには本当に手こずらされた。
俺たちアミアミ団が8人がかりでようやくちょいきつめのぐるぐる巻きにすることができたんだからな。ポケモンレンジャーというよりバケモンレスラーだよ。ほんとほんと。だけど俺、あいつから奪ったキャプチャースタイラーをどっかに落としてた。こいつが落としちゃったからスイッチ切ってたから別に問題ないんだけどさ。若干さ、右上に見切れ、あ、フーバーか。バローさんかなと思ったんですけど、そこにいるのは誰だ、ね、子供か、猫でーす。にゃー。いや、レンジャーみたいだぞ。やばいな、逃げよう。戦ってくるかと思いきや。ここからじゃいけないんで、こっちか。で、浮遊移動を使って、行きましょう。あ、でも、ふわって俺 S ランクで取ってたのか。下にも行けるのか、これ。違うな、上から来なきゃ、そこにいるのは、もしかして、ピカチュウさんではないですか。お前、初登場火山なのか。でも、どうせ充電なんでしょうっていうわけで、無視していくプリン。闇闇しちゃった。逃げるのも尺だから、相手をしてやろう。俺たち闇闇団はポケモン自由自在に操れるんだぜ。実際に見せてやる。あ、もう支給されてるんだ、ノートパソコン。マグカルゴとマグマックですね。いや、まあ、とりあえず1匹ずつ行けるときは2匹行っちゃいましょう。なんかやっぱゆっくりだな。こいつ、マグカルゴだけちょっと心配かなと思ったけど、そうでもないですね。全然楽勝でしたね。楽ちんですね。燃やす2、燃やす1。いいですね。2つちゃんとこれで。あ、グループキャプチャーだからこれ両方 S になったんじゃないの。ドーン。やっぱこの量産型ドカリモンは壊れちゃうんですね。ムキー。でもまだもう1人いますからね。でも8人がかりって言ってたからまだ8人。ブーバー気になりますよね。まあいいか。当然燃やす2とかでしょ。人影が多分燃やす1なのかな。で、したらあと多分これ変える用なのかな。でも不安定がいないから、どっかで捕まえてこないといけませんね。あ、セーブがあるときはセーブする。もう学んだ。で、ボスにはもう素直に弱点をついてくる。ポケアシストも使いまくる。でも今回は俺、岩と水がいるから、炎だった。まあ、炎って勝手に決めつけてるんですけど、うえぇ、コドラ、ブーバーとコドラ。これ素直に向こう行くのか、ピカチュウ。ここまで深追いしたことを後悔させてやる。あ、正面から見るとそんなガルーラ、メガルーラ。正面から見るとそんな感じなんですね。ガルーラ怖いな。破壊光線か、お前それ。今子供いたよな。破壊光線ですね。お前特殊型か。食らいたい気もするけどちょっと怖いな。でも意外とやっぱ反動ダメがあるのか知んないですけど、攻撃の直後の硬直時間がありますね。口から強力なビームを出して攻撃する。ガルーラってそういう系じゃなくて、なんかめっちゃグーで殴ってくる感じのやつなんだけどね。でもレベル上がったんで、とりあえず大丈夫でしたと。口から炎を吐いたり、氷のビーム吐いたりしますからね。俺の方が後悔してどうすんのよ。そりゃそうだ。でもなんかこっちで合ってそう。不安定を連れていきましょう。上抜けれんのかなあれ。ほい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 。これシャドウオーラ近くにいれば当たんないっぽいですよね。すっごい近くでやれば大丈夫かな。次ちょっと試してみましょうか。上は抜けれそうですね。抜けれました。こっちで合ってるのか。闇闇こいつら上好きだな。あらかじめ仕掛けておいた爆破装置のスイッチをオン。わざわざ説明していく。あーやっぱ絶対これだろう。よしよし、うまくいってないぞこれ。俺たちも帰れないじゃないかですね。ジャンプして飛び降りればいいんじゃないかな。俺たちまで取れなくなった。トンネル向こうでスイッチ押さなきゃいけなかったんだ。これじゃあ隠し港に戻れない。隠し港ってのがあるらしいですね。バカ、お前の方だ。今隠し港のことレンジャーにバラしただろう。さらったポケモンの積み出しを隠れてやってるから隠し港なんじゃないか。説明をつ。ああ、俺たちってヒント出しすぎな感じ。いや、説明してくれてありがとう。壊すかよ。壊す、いたよ。壊すにいましたね。サイホーンは壊すいっちゃうのかな。どうしよう、俺壊すで先行けるんだよな。ちょっと軽く周り見てみましょうか。これ何？サイコパワーって何？
誰サイコパワー。え、サイコパワーなんてこんなとこに使うやついる。お前エスパーじゃねえもんな。ピカチュウ違うもんね。本当は多分サイコパワーを使えるやつを連れてきて、あそこの上行くんですよ。そうすると多分壊す2が待ってっから、そこで行けってことなのかな。ってことは順当に行くとあそこの外がそうだから、ちょっと プーバーさんちょっと微妙に組んでやめてくんないですかね。ちょっと不安定、こっちに引きつけましょう。へへへへへ、不安定。押し、ギリギリ間に合った。向こうの上にコトラがいるな。多分ここにいるんだよ、エスパーの中が。さっきのトリトドンみたいな感じで。あ、お前が影ボス。ゴーストは、すげえな、隣。盛り上がってんな。ゴーストだけどサイコパワーか。あ、消えるって言ってたもんね。ベロベロベロ。オニビ。そして動く。動く設置系ってやだな。よしよしよし、オッケー。地味にいやらしい。あ、やっぱサイコパワーですね。呪いの弾は入ってこいです。鬼火じゃないらしいです。で、これいるから、向こうに帰らないといけないんで、不安定が必要で、本当は壊す2いるからいいんだけどね。誰が壊す2なのかちょっと見ておきたいよね。あ、やっぱ聞かなかった。聞かなかったっていうよりも、なんか話しちゃった感じがしますけど。あー、誰かリリースしないといけないのか。じゃあどうかな。まあ、どっかにいるでしょう。まあ、最悪移動はカットという手もあるので。ブーバー、大丈夫、隣すごい声出してるけど、まあ、多分これには乗ってないと思うんで。結構隣の人の曲に張り合ったりしますね。俺は知ってる曲とか流れるとなんか戦いたくなる。だけど採点は大っ嫌いっていう。なんかあれだね、影ボス消えながついてくる。俺カラオケで一番いらない機能採点だと思ってる系の人間ですからね。あのランクダウンランクダウンみたいなさ、すごい出てるのとさ、あのバーが重ならないって。封印の扉は不思議な力で消えてしまった。影ボス、またよろしくね。というわけで、ここに壊す2がいますね、きっと。きっとんねえんだけど。ベタベタン、追ってくる。今のなんか毒ダメージ食らうのかなと思ったんですけど、設置系か。なんか呪くなるだけだったな。なんだこれは。毒ガス。 HP が回復する。急ぎ急ぎ。次の毒ガスはきつい。7って食らったな。急がないと。なんか中ボスチックですよね。あ、コワッサンだ。50回囲みしたらしいです。なんで無駄に残しておきましょう。ピカチュウ、まあ充電だよね。充電2なのかな。そしてノズパスを使っていく。でも相手がもしも炎とかだったらノズパス残してた方が良かったかもしれないっていう説がある。さすがレンジャー、お先に失礼。このゴンは1秒ほど忘れません。もう忘れたね。じゃあ、なんかこっちのポケモンの数も少なくなってきたな。わー、出てきた、早い。へへへ、ゴンはすっかり忘れました。モバリモを持ってくればもうこっちのもんだ。あ、モバリモ分かったのか。そしてそんな名前だったか。ドンメル、ドンメル、ドンメルかける3。ドンメルってまだキャプチャーしたことなかったよね。火の粉だけど随分あれだな、ラグがあったな。とりあえず近くのやつから1匹ずつ。無理に囲みに行けない。ああ、そしてペッペッ。とりあえずこっちを群れにはぐれたやつからどんどん
一匹ずつ進めておこう。燃やす。火の粉や炎の塊を吐いて攻撃する。はい。オバリモはすぐ壊れてしまうのが欠点だよね。どんどん。まあまあまあ。まあまあまあ。この先に行きたいのか、見張りに見つかってつまみ出せるのがオチだぜ。お前たち見張りじゃないのか。お、火山の洞窟。ピカチュウがいますね。なんかいっぱい。あ、なんかボスっぽいのがいますね。あ、重そう。バローさん重そう。てめえらこの野郎、このバローを舐めるなよ。あっち、キツメのぐるぐる巻きにしやがって。耳のそばでうるさいんだよ。さっさと吸い込まれやがれ。運ばれていってしまう。バローさん。ポケモン扱いなのか分かんないけど。さあ、丁寧にセーブもあってピカチュウもいますが、闇闇エリート積み込み完了。この貨物船はあと2分で出航だ。しっかりと見張りを頼むぜ。あ、時間が2分である。自分の見る範囲に怪しい奴がいたら、大物なら踏んじばってる、小物ならあ、つまみだ。ちゃんと説明しておきましたね。いや、これスニーキングミッションか。なるほどね。2分以内に向こうへたどり着け。いや、俺こういうのあんま得意じゃないんだよね。でも大体こういうのって正面にしかないでしょ。で、こう行って、大体の動き、ここら辺に隠れてる。ひぃ！大体のこれを見つけた。あれ、エリート。ところでなんでこんなとこに子供がいるんだ？お前の服パーティー用か？なかなかよくできてるな。レンジャーごっこならもっと安全なところにいたいね。あ、すいませんでした。レンジャーごっこでした。また2分か。永遠の2分。子供が紛れ込んだので作業に遅れられた。したがって出航3分後に変更する。見張りをしっかりな。あ、これだんだん伸びていくんだ。自分の見える範囲に怪しい奴がいたら、大物なら踏んじばって、小物だったらつまみだ。ゆとり死のですね、ゆとり機能ですね。ありがとうございます。ゆとり死のってなんだろうね。どういう髪型したんだろう。まあ、さっきみたいなルートで行きましょう。へーへー、キャーッ。ちょっと近く行き過ぎましたね。おじさんたちは忙しいんで邪魔しないでくれるから、橋本スーパージャンプで気をつけて帰るんだよ。お前、橋本さんの指令か。次何分後ですか。いいことを聞かない子供のせいで作業は遅れている。出航時間をさらに3分後に変更する。あ、ずっと3分か。はい。ちょっと調子に乗ってしまったな。真ん中から来たな。じゃあ上だな。ちょっと見えないからな。で、こう来て、こうか。で、どっから来たっけ。上から来たんだよね、確か。上から来ました。基本的に後をつけていく感じでいいのかなですね。後をつけていって、このままこっちか。で、ここ抜ける。オッケー、いけた。ヒーハー。あ、あれー、すっごい吹っ飛んだけど大丈夫。調子に乗るな。貨物船に乗るな。貨物船はこれから秘密の場所に向かうんだ。追いかけてくれないようにしばらく伸びていてもらうぜ。これも時間制限あんのかな。スピアーと臭い花。臭い花が真ん中にいる。スピアーから狙って、ペペペペペペ。スピアの方が動きは速いけど HP が少ないから、ゴリゴリ行きましょう。ゴリゴリ。 OK。 ふぅ。で、次もスピア。動きが速い。え、臭い花は何をしてるんだい。意外と面倒くさい感じの攻撃をしてきましたね。でも臭い花だけになってしまえば簡単ですね。お前さっきからそんなに動いてないよな。毒の粉でしょうか。キール。毒の花粉をばらまいて攻撃する。毒の粉ですね。ダンダン。俺たちはせっかく本物の忍者だって報告したのにね。見張り団のやつらって何でも団をつけるな。したやつらがただの子供だって言い張るから、こんなことに。マイキです、マイキです。こちら船長、こちら船長。これより当貨物船はアジトに向け出航する。全員配置につけ。
あ、はい、塗ります。ああ。